さん、アイプリントを操作しています。ここでスキャンナーをこちらからリモートで動かしています。タブレットのスキャンをタップして、プリンターの方のスキャンナーが自動的に動き出しまして、スキャンが終わりまして、タブレットにスキャンしたデータが送られてきました。